役目を終え村を立ち去るケンシロウ。だが再び危機が迫り来る。片目を失い復讐の鬼と化したスペード。村を荒らし必要にその老人をつけ狙う。狂気にまみれた刃に胸を貫かれた老人。その光景を前に ケンシロウの激しい怒りが爆発する。てめえらに今日生きる資格はねえ。かかってこいよ。おい待ってくれ。 何？それ、お前！どうだ！強敵！貴様も地獄へ送ってやるぜ！ぶっ殺して、脳みそぶちまいて、死にやがれ！ よし、俺に任せとけって。この身が砕かれようと。 なんと究極を断固総裁剣勝負が。北斗神拳は無敵だ。 この指を抜いてから3秒後に貴様は死ぬ。嫌だ、俺はまだ死にたくねえ。死に、早く死ねえと。さっきの奴らが新手を連れてくるぜ。こんなスペード野郎がリーダーなんて思ったら大違いだぜ。はあ、そんなところに撒いたって実るわけねえだろ。